寿司屋の寿司屋の愛席イースカ、新しい技術と発想でウェルビーイングな街と暮らしを、スマートシティ略して寿司ネタを全国各地で広げて回る番組です。突然ですね、とある出版社の方から電話がかかってきたんですよ。何かなと思って、ちょっとその時出られなかったので折り返したんですけど、なんか聞くとですね、10年ぐらい前にこの出版の連絡相談をして来られた方々にこう電話をしてますみたいなことで、その出版社の方からね、連絡が入ったんですよ。確かにね、その出版社になんか自費出版の相談をしに行ったことがね、ありました。あったけど、それね、2009年とかね、そんぐらいの話なんですよ。当時私は劇団というかですね、楽団みたいなところにいてですね、でその楽団は結構面白いことやってるので、この取り組みを、プロモーションするためにですね、そういう出版っていうのできるのかなと思ってですね、無邪気にこの相談というか聞きに行ったっていうのがあるんですね。で、当時はその自費出版ね、もちろん自費なので、お金出してくれる人がですね、お金も出してネタも出してということで、出版社の方としてはそういう面白いネタがあればということで、いや、いいですよね。もう本当ね、そういう人がいてくれたらいいよなとは思いながら、面白い商売だなというふうに思って見てるんですけども、で、その10年ぐらい前に、その自費出版をね、こう、いろいろやってた時に、10年ぐらい経ってから、原稿をね、実は書いて作りましたみたいな方がちらほらいるらしいんですよ。で、そういうのもあって、その10年くらい前に連絡相談をした人に、電話をねかけているっていう、そういうことなんだそうです。で、確かにね、10年も経てばそうやってね、こうやりたかったことをね、書いてる人もいるだろうなとは思うんですけど、で、私はちょっと今その時の何て言うんでしょう、相談しに行ったその楽団の方はもう辞めてしまったので、もうそっちの出版はないんですけども、別の話でね、今ちょっと本でも出そうかみたいなことをこうノリで言って言ってる話がちょっと一個あってですね、でちょうどそんな話をした、一月いないぐらいにですね、こんな話が来たので、これはなんか流れが来てるのかもしれないとちょっとね、うっかりこう思っています。実際なんかね、やってみたいっていうのはね、あるんですよ。で、今こうネタをね、こう毎日毎日、ほぼ毎日ですけど、ポッドキャストでね、話すぐらいの、ネタ、このデジタルですとか、スマートシティみたいなものですとか、やってはいるし、いろんなところで講演なんかもしているので、ちょっとその辺の話を、ちょっと本にしてみるとかありなのかなというふうに、うっすら思っているんですけども、ちょっといかんせん、こう、面白いのかっていうのと、自分一人で書くよりはですね、ちょっと一緒に書こうよみたいに、話で盛り上がった方なんかもいるので、ちょっとそういうところをですね、なんかやってみるかなというふうに思ったんですけど、これ、電話口でその出版社の方から言われたのは、原稿あれば、出版の相談に乗りますよみたいなことなんですよ。結局、本の原稿あるかないか、がまずスタートラインだっていうことなんですよね。で、ちょっと最近他のポッドキャストでもなんかその本の出版の会、出版パーティーみたいなところに行った方のですね、感想を聞いたんですけども、その時もその方もですね、その出版の出版社の、出版された方ですとか、その出版社の方の話で、こう、非常に感銘を受けたっていう話が一個あってですね、これ何かというと、本を書ける、本を出版できる人の、条件っていうのがあります。で、それは何なのかというと、
もう原稿を書いているかどうかですみたいなことで、まあ、結局なんかその原稿がないと確かに本って出せない、でもさ、なんか言われてみると当たり前なんですけども、なんかそのもう原稿ある状態からでないとやっぱいけないんだなという、すごく、まあ、当たり前だけども、まあ、やっぱりこう何もないところからだとやっぱり話は始まらないですし、この、まあ、最初企画書書くようなところかなと思いますけど、まあ、企画書はあくまで企画書であって、この概要の骨子の1枚ペラぐらいな、それぐらいなイメージなので、まあ、それ結局書けんのかと、か書いてその原稿にしてもう何千何万字とね、こう文章になってるのかというところが、まあ、スタートラインだということに、まあ、理解をしましたということです。ということで、ちょっとやっていきたいなと思いますので、まあ、この辺は、あれかな、来年の目標かなという感じで、やっていきたいと思います。はい。